大森修豊から1912年2月19日は、日本の外科医、医学博士。日本の腹部外科の開拓者。1852年、上山藩御手に、大森海春の長男として、江戸に生まれる。以後、出羽国上山藩に移り、藩校の明神館に入学。1879年東京大学医学部卒業後、福岡医学校に赴任し、1885年同校校長となる。1885年日本で初めて帝王切開手術に成功し、以来次々に腹部手術を行う。1903年、福岡医科大学が創設された際に、初代学長兼附属委員長となり、外科学講座を持つ。1909年病気により、退官、1911年九州、帝国大学名誉教授。1910年、九州大学医学部に、大森の銅像が建てられた。山形県上山市の大森修豊博士、住居跡案内板による。消化器、総合外科の歴史九州大学医学部、大森修豊と、大森関係資料の寄贈について、九大広報30号2003年7月、官報第7051号、叙任及び事例1906年12月28日、官報第7980号、叙任及び事例1910年2月1日、官報第7955号、叙任及び事例1909年12月28日、ありがとうございます。